皆様ようこそお越しくださいました善喜と申します。今回ご紹介させていただきますのはバンダイさんから発売されております仮面ライダージオ怪騒動になります。こちらのキット、ご存知の方も多いんじゃないですかね。バンダイさんの公式ブログの方でも前々から告知されておりました、3人のライダーの初登場シーンの姿の、怪騒動騒動シリーズのキットになります。こちら食玩ではあるんですけれども、地域密着といいますかローカルスーパーのお菓子売り場とかあとコンビニエンスストアとかでは扱ってなくって、イオングループのみで、6月24日に発売になったものになります。でイオングループで発売されてから、バンダイさんのプレミアムバンダイ通販サイトの方で販売が開始されるというものになっておりますので、6月24日いそいそと近所のイオンに行って買ってまいりました。こちらパッケージ正面いいですね。まあ、個人的なことなんですけども、私騒動シリーズ最初の頃は買い忘れと言いますか買いそびれておりまして、いわゆる初登場シーンの時の姿であるこのジオウと、ゲイツとウォズの騒動を持ってないんですよね。なので今回そのサンライダー、この姿のキットが手に入る揃って発売されるというのは非常に嬉しいです。ありがたいことです。いいですね。やっぱりジオウ2とかグランドジオウもいいですけど、まあヨーグルトでいうところのプレーン、牛丼でいうところの並盛りみたいなこの感じっていうのがやっぱりいいですよね。で何が改革改装道なのかっていうのがパッケージの右側にいろいろ書いてありまして、発売済み商品からの改革ポイント、頭部フル彩色、彩色追加彩色追加彩色追加、いろんなところに彩色追加されています。要は今までシールで再現されてたところの何箇所かがもうあらかじめ塗装されていると、シール貼らなくていいよと非常にありがたいことになっております。さらに頭部、後頭部がクリアパーツになっていて、そこからまあライトを当てたり光を当てると目のこのライダーの副眼のところが光って見えるというギミックがついている上に、この足の裏、今まではピンを刺す穴が開いているまっ平らなものだったんですけれども、ここにちょうどこれキックって書いてあるんですけども、このジオウ特有の模様のついた足裏パーツまで追加されています。でそしてこちらが裏側、サンライダーは厚み尽くせ、セット内容超充実ということで、それぞれの専用武器とかと時間ギレードとか、時間ザックス、あと時間デスピアのこの長いやつが追加されたというふうですね。あとはここ追加ライドウォッチシールも充実。まあ全部貼れるというよりも好きなの選んで貼り替えるということになると思うんですけれども、ここに出てるのが全部で25種類かな。でバンダイさんの公式ブログの方を拝見するとディケイドがないらしいんですよね。まあ1個ぐらい仕方がないかなってとこですかね。これが、エグゼイドですかね多分。でこれがビルドですかね、赤と青なので。でこちらサンライダー入ってるので、またサンボックスかなと思ったんですけども、どうも違うみたいで、ここのセット内容を見るとジオウ一式、ゲイツ一式、ウォズ一式の下ガム1個って書いてあるんですよね。まあ過去のコンプリートボックスみたいに複数の箱で入ってるとそれぞれにガムが入ってるので、もしこれが、3個の箱に分かれているんであれば、ガムが3個なんですけど1個なので、この箱1つで全てが完結していると、中で小分けの箱入ってないよってことだと思うんですよね多分。改めてパッケージ正面、まあそういったいろんな追加パーツとか、クリアパーツ、各部塗装、まあ改革というかもう本当にグレードアップって感じですけれども、もうさながらヨーグルトで言うと生乳 100%、 牛丼で言うと黒毛和牛使いましたみたいな感じですよね。なんか建物、食べ物の例えでポンコツすぎてすいません。でまあパッケージ眺めても仕方ないので早速これ開けて中の方を見てみたいんですけども、こちらパッケージの内側に印刷されている詳しい取扱説明ということですので、ここの開け口のところとかこのミシン目に沿って綺麗に開けてみたいと思います。では早速開けてみます。クリアパーツとかどんな風に入ってるんですかね、非常に楽しみです。なんか
袋がいっぱい入ってますね。とこちらがジオウ。ジオウだけど、あ、シールはこれ全部がここに1個入ってるみたいですね。なんでボスだろうって最初思いましたけども。あとはこの手の時計のような感じのやつ、これも手の甲のところ塗装されてますね。あと台座とか、あ、ボディのところも部分塗装されております。あ、剣とかはシールのままみたいですね。ジオウで、これがゲイツ。足裏のパーツとかついてますね。武器類はやっぱりシールっぽいですね。そしてウォーズ。こんな感じですね。あ、肩パーツも土台の部分が塗装されてるって感じですね。もう時間デスピア長いのついてます。そしてガムですね。では早速組み立てて、まず一気にお見せしたいなと思います。一通りざっとご覧いただきましたが、いかがでしたでしょうか。で、ここからは3人のライダー1人ずつじっくりお見せしていこうかなというふうに思います。まずこちらが仮面ライダージオウになります。で、早速まずは付属品なんですが、多分これ過去のものと大きくは変わってないのかなっていうふうに思いますが、まずこちらが台座ですね。ジオウシールが貼られております。で、交換用の手首、まずこちらが開き手。今ジオウ本体についているのが握り手ですね。で、こちらが開き手2種類、手の甲のところはシールになっております。そしてジオウといえばこのポーズのこの、手首なんですけれども、これ従来品にあったかどうかちょっと私うろ覚えなんですけれども、こちらの方は透明なパーツに、全塗装です。黒のところにこの手の甲のところも、シールじゃなくて塗装されています。で、これ軟質パーツなのでちょっと柔らかいです。ふにゃふにゃします。これが左右一対。そして武器。銃。この色のついている、土台が黒で色のついているところがシール。銃と、モードチェンジした、あ、これですね。剣になります。そして地王本体。まあやはり何といっても頭部ですよね。ちょっと照明を今手前から当てているので分かりにくいかと思うんですけれども、このライダーのところが、この後頭部が、ここが全体的にクリアパーツになっている。ここから光が入って、このライダーの文字が光って見える。こうやって隠すとちょっと分かるかもしれないですね。こうとこうですね、キラッとなってます。頭部は全て塗装、シールは一切貼っておりません。あとは体の前半分というと、この襟のところと、この、青いところで、肩のこの青いライン、
これが全て塗装。この真ん中のこの時計のベルトのようなところ、この腰の下まで、これ全て塗装です。で、この赤いところがシールになってます。裏から見るとこんな感じ。ここはシールですね。で、この肩のところはちょっと謎になってまして、この薄い青いラインのところ、これ裏までちゃんと塗装されているんですけれども、なぜかその上から同じようなシールを貼るように、この赤いところと一体型になっているシールを貼るような指示になってました。これ多分元々のキットのシールがそうだったのか、で、それをそのまま流用したのかなーなんて思いながら貼ってました。ベルトもシール。で、ここの腕のところの、ライドウォッチですけども、こちらですね。ウォーズは貼ったんですけども、ジオーとゲイツ何貼ろうか迷った挙句、結局ケチって貼っておりません。まあ皆さんご購入されたら好きなように貼っていただければなという風です。手首はシール。下半身。膝とつま先が塗装。このすねのところの赤いやつと足首のところ、これが一周シールになってます。で、足の裏。これですね。キックって書いてあるんですけども。これちょっとゴム通りみたいになってまして、簡単に取り外すことができます。これ自体が軟質パーツになっています。これ取ると、従来のこのピン受けの穴がありますので、台座に固定したり、台座の上のところにくっつけて、いろんなポージングができます。まあ、可動範囲は従来品と大きくは変わらないです。腕が横水平方向、肘は90度ぐらい。で、ウエストもぐりぐり回って、で、足は、前方向はほぼ90度ぐらいまで。膝は90度ちょいまで。足首はボールジョイント。で、ただこの首のところというか頭部なんですけども、左右にはこうぐるぐる回るんですけども、この上下角の移動がちょっと狭いんですね。なので先ほどライダーキックのポーズを見せしましたけども、あまりこう下向けないので、こう、ライダーキックの時に、ちょっと皮の向きが、もう少し下に行ったらなーっていう気がしますね。まあこのクリアパーツの関係もあってなのか、ちょっと可動範囲、上下方向とかちょっと小さめです。でもまあこの光るギミックがあるだけでも相当違いますね。だいぶいいです。続きまして仮面ライダーゲイツになります。まあ、こちらも付属品の方からですが、まずはゲイツの台座。で、今つけてるのが握り手なんですけども、交換用の開き手。で、もう一個ついてた謎の手首。こちら。ジオの時には塗装されてたんですけども、ゲイツの場合は黒一色のみで、特に色分けされてません。で、開き手とちょっと違うのがこの手が、手刀のような指先が揃った形になってます。これも同様に軟質パーツなので、ここにちょっと柔らかいです。まあこれはどの場面で使うのかちょっと個人的に悩むんですけれども、あんまり字を詳しくないんですけども、ゲイツ手刀で戦うシーンとかあるんですかね。まあ手首パーツはこんな感じ。で、武器が、オウノーとユーミーですね。色のついているところのみシールです。で、ゲイツ本体。まあ、これもジオウと同じといえば同じなんですが、この頭部の端っこの方まで、クリアパーツがいってるので、一応その、明るくはなるんですけども、まあ、端っこの方まではなかなか光がいかないかなと。まあ、照明は、ね、今こちら側から当ててるので、裏から当てればもっと綺麗になりますけども、ちょっと撮影の都合上これで、ご了承ください。で、肩とかはもう、この黄色いところがシール、あとは塗装ですね。で、体もこの黄色の部分がシール、あとのこの真ん中の、ベルトのようなデザインのところと、この、薄い青色っていうんですかね、のところは塗装です。後ろも、本体は塗装。ここのベルトの延長してきたところと、ここの部分。ちょうどバックルみたいなところですかね。はシール。で、肩も土台は塗装なんですけども、この青色っぽいところと黄色のところがシール。ベルトはシールですね。で、膝から下も膝、すね、つま先が塗装。横の黒いのと、この足首の一周回ってる銀のやつ。これがシールです。かっこいいですよね、ゲイツ。
肩もまず別に動きます。で足裏はこんな感じ、ひらがなのキックですね。この字を同様、ゴム草履みたいになってますので、つけたり外したり自由にできます。可動範囲は字をとほぼほぼ同じです。肩のパーツもそんなに大きくないので動かすのに特に支障はありません。そして最後、仮面ライダーウォズになります。まず付属品ですが、専用の台座で、ウォズだけが手首の交換パーツが多分これ従来品と同じ、今ついてる握り手とこの開き手のみでした。柔らかいパーツに何か塗装するなりなんなりしたっていうのはついてなかったですね、ウォズは。でこちら武器、基本的に多分ついてた過去のものと同じだと思うんですけども、杖の上半分側と槍の上半分、そして鎌の上半分と、この柄の部分が長くなったっていうのが今回の新規みたいですね。この真ん中のパーツはただ単純にこうつなげてるだけで、手に持たすときはこれ上下分離して握り手の上下から差し込んで使う形になります。そしてウォズ本体、ウォーズがですね、個人的に部分塗装は塗装だったと思うんですけども、意外とシールが多かったですね。あ、頭部はこんな感じ、クリアパーツでライダーのキラッとしてます。加減すると分かりますよね、ピカッと複眼のところが光って見えます。基本的に頭部はサンライダーとも全て、塗装済み、シールは一切貼っておりません。ウォズは、体の前側でいうと、ここの真ん中のこのマークみたいなところ、ここのみシールですね。あとはベルトはシールですけども、ここのベルトの部分とかは最初から塗装されています。肩も土台は塗装、この仮面っていうシールだけ貼りました。後ろはこんな感じ。まあ、ここの部分はシールですね。下半身。この太ももの水色のところは塗装。で膝と、だけかな、塗装で、このすねの部分とかこの足首のところはシールです。このすねのところ塗装してくれてもよかったのになっていうふうに思わなくもないですけども、まあ仕方ないですよね。あ、この脇腹のところもこれシールです。まあ可動範囲は同じです。まあ、肩のものもそんなにごついのがついてないので、同じぐらい上がって同じぐらいに曲がります。というわけで今回はバンダイさんから発売されております仮面ライダージオー怪騒動の方をご紹介させていただきました。やっぱりただの怪じゃなくてかなりのバージョンアップされてましたね。まあこういった、人形というかまあ、騒動において命とも言うべき頭部の部分が全て塗装、一切シールなし、しかもクリアパーツを採用してキラッと光るギミックも入ってるっていうのは最高ですね。個人的にはこの状態のサンライダーの過去の騒動シリーズ持ってなかったものですから、それが今このタイミングで、改革されて発売されるという、それだけでも大満足です。価格は、まあ、3体入ったワンボックスっていうこともあるもんですから、ちょっとお高めの3500円。まあ正直安いとはとても言えないですけれども、ジオーのファンの方とか、あとはこの頭のギミックとか足裏のこのキックって書いてあるパーツとか、そういったものあったらいいなと思ってた方は、ぜひこの機会にご購入されてみてはいかがでしょうか。というわけで今回の動画はここまでとなります。よろしければチャンネル登録、合わせまして私の他の動画の方もぜひご覧ください。最後までご視聴ありがとうございました。